ゃなくて、案内してもらって今来たんですけど、小田さん、ここはどこですか？ここはシミレ、シミレ、ヘアポイントシミレと言いまして、親子3代続く千歳は、老舗の美容室になります。はい、ここにあるの初めて知りますね。実はなんか名前はちょっと聞いたことあったんですけど、知る人が知り合いにいて、初めて場所を知りました。日本にも来てます。そうなんですね。はい、ごめんなさい、あんなことした知ってるかもしれないし見たことあります。こういう本当に老舗の、美容室です。今日はマスカス、はい、行ってきます。案内してもらって美容室のすみれさんのオーナーの方に来ていただいたんですけど、小田さん、オーナーの斉藤さん、普通の美容室の方じゃないですよね。さっきも言った通り老舗の美容室さんなんですが、うちの商店街の理事長もやっていただいております。理事長さん、はい、そうです。まあ、この通りがね、皆さんの通りが発展して楽しく明るい商店街にしたいと思って、武力ですけれど力を作っている。すごい、なんだろう。すごい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、さっき親子3代続いてる美容室だって聞いたんですけど、あ、はいはいはい、何年ぐらい続いてるんですか？今年の6月に入りまして72年を迎えました。すごい、はい、でも私も一応2代目と私の母が1代目、はい、で今3代目の息子の斉藤壮というのが店長です。これから傾聴していくとは思います。すごい歴史ある美容室ですね。そうですね、やっぱり技術職ってやはりね、長く続くっていうのがね、お客様でいうと今4代目の方が見えてます。はい、すごいです。いえいえ、それの市民の方にね、支持していただいて、この長くできるっていうのが幸せなことで、まあ、少しでもね、そして市の発展のために頑張りたいなとは思いますけどね。機会があればやってもらいたいです、こちらで。ぜひぜひ、うちのホームページだとかもありますんで、はい、スタッフの仕事なり全部アップしてありますので、ご自由にご覧になってくれれば楽しいと思います、はい、皆さんもぜひチェックしてください、はい、お待ちしております。お願いします。はい、ちょっと最後にお願いがあって、はい、この動画を見てる方に、はい、シャオニャンの動画見たよって言って、はい、何かちょっとでいいんで、はい、特典とかあったら嬉しいんですけど。ああ、そうですか。そうですね、今のところあまり考えてはいないんですけれども、そうですね、うちの方で、何か特典を作って、シャオニャンの名前を知っていてくれた方には何かプレゼントしたいと思います。ぜひ、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、すみれさん来てください。あ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして、はい、シャオニャンのチョッターなんですけども、あ、はいはい、よかったら回っていただけたらと思って、はいはい、はい、もうメンバーの方もね、内部のメンバーの方も来てくださってるんで、応援できることはします。ありがとうございます、はい、はい、どうも、今日はご苦労様です。ありがとうございます、はい、本当にどうも、すみれの斉藤さんでした。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、ご苦労様でした。ありがとうございます。